こんにちは。東京都立小児総合医療センター児童思春期精神科の長澤と申します。本日は、コロナ禍における子どもの心について、お話しさせていただきます。それでは始めます。約2年コロナ禍が続いています。世界中で様々な影響が出ています。新型コロナウイルス感染症ですが、世界中で本当に感染拡大が起きており、まさに地球規模の脅威と言っていいと思います。急な重症化であったりとかですね、元気だった人が急に命を奪われてしまったり、そういうとても怖い感染症ですし、日常生活にも多くの影響が出ています。年齢、性別、国籍、人種、環境にかかわらず、あらゆる人に影響、そして、子どもから大人まで、疾患や障害のある人、そして健康な人、すべての人に影響が出ています。では、日本の子どもたちを取り巻く環境はどうでしょうか。在宅勤務になってですね、普段はあまり家にいないお父さんが家にいるようになってですね、良い面もあるかもしれませんけれども、喧嘩が増えたり、摩擦が生じたり、そんなお家もあるかもしれません。そしてステイホームといって、ずっと家にいなきゃいけないっていう時期もありました。このようにお家にも影響が出ています。地域の公園などの遊ぶ場所ですね、友達といろいろスポーツしたり遊ぶような環境にも影響が出てですね、一時期は公園に行っても早く帰るように言われたり、場所によっては公園の入り口が閉鎖されているようなところもあったと思います。当然ですが、保育園や幼稚園、そして学校といった、子どもたちが学ぶ場所、友達と一緒に過ごす場所にも様々な影響が出ています。今は第6波の真っ最中ですけれども、やはり感染者が非常に多いことで、学級閉鎖や休校、様々な問題が生じています。さて、新型コロナウイルス感染症の陽性者の数を、これは第5波の途中まで、追ったグラフになります。今第6波はですね、この陽性者の数でいうと、ここのグラフで収まらないぐらいの数になっていますので、また新たなステージに入ったとも言えると思いますが、このそれぞれの時期ですね、によってですね、また異なった事情のメンタルヘルスへの影響があったのではないかなと思います。そのため少し時期を分けてですね、考えたいと思います。当初ですね、武漢での報告から第1波の時期はですね、まさに未知の感染症に対する不安、恐怖、国内でも感染者が増えるとですね、徐々に現実の問題だなということが我々にも伝わってきました。そして当初は治療薬がないこと、また死亡率が、やはり普通の風邪とかインフルエンザよりも高いっていうような情報が流れてですね、情報はたくさん入ってきたんですが、さまざまな情報が押し寄せてですね、テレビに出る専門家の意見も不一致だったと思います。一般市民、大人が混乱していましたから、当然子どもたちへも影響が大きかったと思います。子どもたちへの影響をまとめます。ウイルスという目に見えない恐怖、毎日繰り返される報道、そして学校生活が変化しました。いつもマスクでですね、やはり友達の表情、先生の表情も読み取りにくいですし、コミュニケーションにも非常に大きな影響が出ていたと思います。休校している時期はですね、仲間と交流できず、学校外の活動場所、縮小、休止をせざるを得ませんでした。そしてですね、子どもにとって節目っていうのはとても大事だと思うんですけれども、卒業式とか入学式などの節目にも影響が出ました。先ほども述べましたが、保護者が在宅勤務をするようになってですね、ちょっと家庭内の不和や衝突が生じたり、またお仕事によっては保護者の方の雇用の問題、経済的不安というものも子どもたちに影響したと思います。続いて第2波、第3波の時期です。社会の中でですね、知識は増えたので、少し安心、当初の不安、パニックの時期は収まったかもしれませんが、改めて深刻さが実感されたと思います。
そして徐々に徐々にボディーブローのように経済への打撃が生じましたし、まあ、関連してですね、やっぱりメンタルヘルスの影響、まあ、不安だとかうつ、そしてこの時期にはですね、やはり自殺っていうような形ですね、メンタルヘルスの、一番その深刻な状態が自殺だと思うんですけれども、こういう問題も、注目されてきました。まあ、一方ですね、ワクチンができるのではないかというような期待が生まれたりですね、希望の光のように見えましたけれども、そこに追い打ちをかけるように変異株っていう問題が出て、まあ、新たなる恐怖が生まれたとも言えます。この時期にですね、当院の児童思春期精神科の医師17名からちょっとアンケートをしました。新型コロナウイルスの感染拡大により悪化している症状ということで、取ってみましたが、やはりイライラとか不安、子どもたちにこのイライラや不安が生じているという回答が多かったです。加えて、まあ、暴言暴力とかですね、やはりうつ気味になったり、拒食過食とか、やはり食事に問題が出ているお子さんも多かったです。また感染拡大により悪化している問題としてはですね、家族関係の悪化とか、そしてゲーム依存、ネット依存、不登校、引きこもり等の問題が悪化しているふうに、回答した先生も多かったです。続いて第4波、第5波の時期ですが、コロナが当たり前の毎日になりました。飲食業、観光業などへの影響も持続していました。医療従事者の負担も持続してですね、やはりこれら のお仕事をついている、ご家庭の子どもたちにはやはりそれぞれの影響があったんだと思います。コロナ慣れ、緊急事態宣言慣れという、言葉も使われていたと思います。ワクチン接種は、希望の光のようにも見えましたが、まだまだ収束の見通しが不透明といった時期だったと思います。そして現在は第6波の最中ですが、新規感染者が再び増加して過去最多となっています。高い感染力が問題ですので、学校での感染も非常に広がって、子どもたちもとても影響を受けています。社会活動にもまた大きな影響が出てですね、学校生活もそうですけれども、ゴールがまたやはり見えなくなっているとも言えるかもしれません。少しコロナに慣れてきた社会ではありますが、改めて考えると、一つ一つが子どもたちにとってはとっても怖いことですし、心配になることかと思います。検査を受けることっていうのもやはり幼い子どもたちにとっては怖いことですし、肺炎がどういうものかもやはりイメージがつかない子どもも多いと思います。東京アラートのカタカナの言葉もですね、大人ほどはやはり子どもたちは理解していませんので、何か危険なことではないかというふうに感じると思います。変異っていう単語もですね、大人は想像がつきやすいと思いますけれども、子どもたちからしたらとっても怖いことなのではないでしょうか。そしてワクチンについての知識もやはり大人ほどはやはり子どもたちは理解が十分ではないと思いますので、心配なことかなと思います。その中で、とても子どもたちはですね、たくましく生きてるなと思います。頑張ってるなと思います。なのでやはり我々大人はですね、まずはそうやってたくましく頑張ってるっていうことを、そういう目でやはり子どもたちを見てあげて、そしてねぎらったりですね、褒めてあげたり、そういうことがとても大事なのかなと思います。一人一人がこのコロナ禍の中でも成長しています。2年前にですね、歩き始めた子どもは保育園、幼稚園に通うようになってますし、小学、高学年で受験勉強していたような小学生はもう中学生になっています。このコロナ禍の中でも一人一人が成長している、そういうことを改めて大人も認識できるといいかなと思います。一方ですね、やはりコロナ禍の前からですね、子どもの心にはさまざまな問題が生じて、大きな社会的な問題にもなっています。発達障害、イライラ、暴言、暴力ですね。そして、学校でなかなか集団にうまく適応できなかったり、不安が生じたり、強迫、神経症のような症状が出てしまったりですね。また、不注意、多動、衝動性、不登校、あとは頭痛、腹痛、不眠、起床困難、そして、食事の問題、うつ、リストカット、自殺、
等々ですね。まあもともとコロナの前から、まあ、子どもの心の問題っていうのはいろいろな問題があったわけですけれども、そこにですねやはりコロナ禍の影響が加わって、まあ我々の、まあ、児童思春期精神科にはこのようなやはり問題、心の問題を理由としてたくさんの患者さんが受診され、またお家でなかなかうまくいかない場合にはご入院されています。メンタルヘルスの問題がですね最も深刻になった現れの一つがやはり自殺という問題ですが、これは、まあ、年齢ごとに分けたですね、まあ、自殺死亡率のグラフになります。自殺は総合的にはですね近年まあ減少傾向であったんですが、見てお分かりかとは思うんですが、赤い、グラフですね、10から19歳のところがですね令和1年から令和2年にかけて上がってるっていうのが見えると思います。これはですね特に女子中高生の自殺が増えているっていうことがとても重大な問題として今起きています。一例、架空の事例を紹介します。 A 子さんですね、お父さんお母さんお姉さん弟さんとの5人家族、真面目で頑張り屋、学業も優秀、小学4年から、中学受験向けの塾に通い、ピアノ、スイミング、塾と多忙な生活を送っていました。小学6年生の時に友達との間で小さなトラブルが生じました。その後学校では一人で過ごすことが増えました。ただ悩み事については誰にも相談できませんでした。そのまま、中学受験を経てですね中高一貫の私立中学校に入学しました。中学校入学したところコロナ禍になってしまってですね自宅学習となりました。お家から、あまり外に出ないということでですね活動量が減ったから食事も減らさないといけないと思って食事量も減らすようになりました。食事が減り体重が落ちると自分をコントロールできているような気持ちになり嬉しく感じました。自粛期間が明けて登校開始後、過活動も出現しました。痩せに気づいた養護の先生に医療機関受診を勧められ8月に小児科の院を受診。150センチ30キロとですね3ヶ月で10キロ体重が減っており、当院に紹介、そして徐脈ですね、心臓の動きがゆっくりになっていて、緊急入院となりました。このような摂食障害の受診入院も非常に増えています。そして、日本でもプレスリリースがされましたけれども、日本ではだけではなくてですねアメリカ、イギリス、オーストラリア、世界的に摂食障害の受診や入院が増加していることが報告されています。このように、さまざまな、心の問題への影響が見られていますけれども、このコロナ禍においてですね子どもたちにどのような対応を大人がしたらよいでしょうか。いろいろなことが言われていますけれども、ここに推し示したようなことは一つのポイントかなと思います。まずはやはり学校が例えばお休みになってお家で過ごすようになったとしてもですね、生活リズムはしっかり維持しましょう。また何か予定が決まってないと、メリハリもなくなってしまいますので、日々の予定やスケジュールを話し合って決めておくことが大切です。そして、子どもと一緒にですね、親御さんがお家にいれるようでしたら子どもと一緒に運動する、子どもと一緒に遊ぶ、あとですねやはり、この中で、いろんなストレスを感じていたりもやもやしている子どもも多いですから、子どもの話を聞くことが大切です。そして、子どものちょっとした不調に気づける余裕を大人も持てるといいかなと思います。また友達とのつながりは大事ですので、例えば一緒に遊べない時も電話をしたり手紙を書いたり、何らかの形でつながりを保ってあげると良いのではないでしょうか。そしてなかなか祖父母とかですね親戚とも今までよりは会いづらい状態になっておりますので、そういう祖父母や親戚ともつながりを保つことが大事かなと思います。これはですねでもよくよく考えると、コロナ禍ではなくても本来は大切なことなのではないでしょうか。そして何より、大人たちのメンタルヘルスも大事です。コロナ禍で大人たちがメンタルヘルスにさまざまな影響が出ています。
コロナウイルスはですね、人と人とのつながりとかコミュニケーションというとても我々にとって大事なことを分断する、そういう性質を持っています。経済や生活に直結してですね、精神疾患や自殺が増加しています。そんな中、何より大人たちが安心できることで子どもたちが安心できますので、大人たちもメンタルヘルスの維持を大事にできるといいかなと思います。新型コロナウイルス感染症流行下におけるメンタルヘルス対策指針としてですね、日本精神神経外科学会をはじめとした複数の学会が指針を出しています。メンタルヘルスへの影響を受けやすいハイリスク者としてですね、罹患した人、またその家族関係者ですね、そして医療従事者や介護従事者、あとはですね、子どもとか高齢者とか、やはり弱い立場の人ですね、そして女性、妊産婦、学生、またもともと既存の精神疾患や身体疾患を有する人、そして低所得者、ホームレス、収入源が著しい人、また外国人や特定の集団などがハイリスクと言われています。そのためですね、我々もこのような立場に置かれている人たちがですね、メンタルヘルスに影響が出やすいというふうに見てですね、お互いに配慮し合ったり、気遣えるような気遣いができるような社会であるといいのかなと思います。さて、コロナ禍における大人たちの過ごし方ですが、やはりここにお示ししたようなことが大事かなと思います。生活リズムを維持する、日々の予定やスケジュールを決めておく、適度に運動する、大人は子供よりなかなかちょっと運動不足に陥りやすいんですので、よりここは気をつけた方がいいかもしれませんね。適度に運動する、遊んだり楽しんだり気晴らしも大事です。そして人と話をすることも大事です。心や体の調子に、自分の心や体の調子にも気をつけますし、周囲の人の心や体の調子にも配慮できるようになれるといいかなと思います。また人とのつながりを保つ、そして昔の友人と連絡するといったことも大事かもしれません。親や親戚とのつながりを保ったり連絡することも大事かなと思います。これはですね、お気づきかもしれませんけれども、先ほど子どもたちの過ごし方で述べたこととほぼ同じですね。大人も一緒と思えるといいかもしれません。さて、これからの生活ですが、残念ながらまだちょっとゴールが見えていません。まだコロナ禍が続くかもしれません。そのため不安になったりですね、ちょっとネガティブに考えれば、ネガティブにずっとなってしまいますので、ちょっと考え方を変えたりとかですね、ちょっと生活の中で意識することが大事かなと思います。やはりリラックスする時間を作ったりですね、いろんな情報を集めすぎると心配になりますので、あんまり集めすぎないで、ぼーっとする時間とか、リラックスする時間を作るようにする。これは子どもも大人も一緒です。また、子どもと大人で一緒に運動してもいいですしね、それぞれ別々に運動してもいいかもしれませんけれども、適度に運動する習慣を暮らしの中で、作っていく。またゆっくり音楽を聴く時間を作ったり、音楽だけに限らずですね、今まで、していなかった新しい趣味を作ったりすることも大事かもしれません。そして、筋肉をちょっとほぐしたりですね、ストレッチみたいなことも、家でしやすいストレス対処法かなと思います。そして、情報技術が発展していますので、やはりテレビ電話のような形で遠く離れた、おじいちゃんおばあちゃんとお話ししたりとか、そういうことも大事かなと思います。今すでに、されている、家庭も多いかもしれませんけれども、より一層こういうことも大事にできるといいかなと思います。またずっとお仕事でですね、なかなか料理などしなかったお父さんがですね、この機に料理をするようになったりとか、そういうことも大事かもしれません。そして、お家にいる時間が増えたらですね、テレビゲームもいいですけれども、ボードゲームみたいなものをしたりとかですね、こういう楽しみを生活の中で作ることがとても大事だと思います。そして、子ども、そして大人、みんながやはりポジティブな気持ちを持てることがとても大事だと思います。
残念ながらパンデミックまだまだちょっと続くかもしれませんけれども、決してそれはですねネガティブなことだけではなくてですね、ここにお示ししたようなですね、例えば運動する習慣を身につけたりとかですね、新しい趣味を見つけたり、そしてご家族がコミュニケーションをですねより取れるようになったりとか、ネガティブな中にもやはりポジティブなことっていうのは見つけられると思います。そしてそれはコロナがですね終わった後はやはりより人生我々の生活を豊かにしてくれることにもなると思いますので、いつか終わるその日のために、ですね生活を見直してですね、子どもも大人も、楽しく過ごせるような生活を、今日から始めていけるといいのかなと思います。それではですね、コロナ禍における子どもの心ということでお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。